三宅坂は東京都千代田区長田町一丁目の公共堀端を国立劇場の方へ登る坂である。江戸時代、この坂を登る左側には三宅と佐守の屋敷があった。三宅坂交差点、最高裁判所側から坂下の霞ヶ関館庁街を望む。画像を向かって、左手は皇居、桜田堀、右手は国会前提の緑地。 三宅坂は、半蔵門街から警視庁付近まで、公共内堀に沿って続く、緩やかな坂道で、江戸時代以来、堀端の継承地として知られる。現在の道路では、内堀通りの半蔵門交差点から、国会前交差点あるいはその先の桜田門、交差点あたりまでに相当する。半蔵門交差点の海抜はおよそ23メートルで、 海抜8メートル程度の桜田門交差点に至る1.2キロメートルの区間は、おおむね下りの傾斜が続く。その途中、最高裁判所と、社会民主党本部、社会文化会館の間にある三宅坂交差点は、国道246号の起点である。また、三宅坂交差点付近の地下は、首都高速道路の三宅坂ジャンクションがある。青山通りから、 国会正門方面及び国会正門方面から内堀通りへの車両の右折はできない。坂の名前は江戸時代、この坂の途中に三河国田原藩、三宅家の神屋敷があったことに由来する。当時はこの坂に沿って三宅家の他にも大見国彦根藩、飯屋上屋敷の広大な敷地もあった。また三宅家や伊家の屋敷から坂道を挟んだ向かい側は、 江戸城の内堀であるが、堀端に旧佐やや京の木が植えてあったため、旧佐や坂、京木坂の別名があった。明治には、三宅やいい家の屋敷の用地は政府の手に移り、陸軍の中枢が三宅坂に沿って置かれた。坂道から一段高い台地になっている、井屋屋敷跡屋は参謀本部庁舎に転用され、戦前、戦中には、 三宅坂といえば参謀本部の代名詞だった。なお、1941年12月8日から15日にかけて、陸軍省、参謀本部、教育総監部、陸軍航空本部、陸軍航空総監部が、三宅坂一帯から一概野大の陸軍、士官学校跡地に移転した。戦後、参謀本部跡地は、国会用地に転用、最終的に東半分は公園化されて、 国会前提と県政記念館に2種半分は国会の観光バス駐車場などになり、一角には国有地を借地して社会文化会館が1964年に建設された。三宅坂界隈は戦前と戦後で様相を一変させ、三宅坂は戦前の参謀本部から新たに国会の議席の多数を占めるようになった日本社会党。 そして現在の社会民主党を指す通称として使われるようにもなった。しかし、東日本大震災後は耐震性が疑問視され、2013年春に解体。東本部は近くのビルに移転した。跡地には、警視庁長田町庁舎が2016年6月1日に着工され、2017年3月31日に完成する。一方、 三宅屋屋敷跡の側は米軍に接収されて、連合国軍最高司令官総司令部の将校が住むパレスハイツになった。占領が解除されて、パレスハイツの土地が返還された後、1965年から国立劇場最高裁判所が相次いで建設された。ABC、三宅坂、横関 A1。 江戸の坂東京の坂畜麻書房を平成22年11月10日発行、官営二年図社民党本部の跡地、なんと警視庁庁舎に、秋地と化した三宅坂の今2016年6月23日、J タウンネット。ありがとうございます。